はい、とりあえずね、1日目、終わりました。はい、ね、1日目はね、まず雨と寒さと、もう靴もべちょべちょ、もうね、釣るだけで必死だったんで、撮影の方はやめました。はい。でね、チンタの方、聖子と一緒のぐらいに釣れたやつは、まあ、サビキでね、聖子をかかってきたんでね、聖子の方は逃がしました。で、まあ、この子たち、アジと、まあ、チンタ、クロダイの子供、アジ。これはね、塩焼きにしていきたいと思います。でね、これなめろ、これね、日本酒。あともう一丁日本酒。これ、アジの、アジじゃない、サバの、しめサバ。はい。もうね、いい色してるんですよ。はい。内臓もね、現地で、釣れた瞬間に、取ってますんで、まあ、寄生虫の方は大丈夫かと思います。まあ、まして、塩で締めて、酢で締めてるから、よっぽどいいと思うんですけどね。まあ、こういうのは慎重に食っていきたいと思います。ね。さて、本題ですよ。ね。これは、純米酒。ね。丸ごと秋田って書いてあるね。これ、なんて読むんだろうね。よくわかんない。丸ごと秋田純米酒。これはね、視聴者様の新 TTE さんにね、グデアリューさんと、新さんと、まあ、三人で、市川漁港、で喋っていたときに、これは新さんからいただいたね、貴重なお酒です。まあなんでこれ減ってるかっていうと、地元の友達が来ましてですね、まあ二人でいろんな話をしまして、いただいたというね、だいぶなくなっちゃいましたけど、本当に美味しくいただきました。これなんて書いてあるのこれ、マナグ、タコっていうのがこれ、これ、ね、はい。ね、ごめんなさい。よく読み方がよくわかんないんでね。はい。ではね、もう、焼いて、食べていきたいと思います。まあ今4時頃なんでね、まあ1時間ぐらいで食べて、まあ、早く寝る。で、また12時、1時ぐらいに起きて、まあ、その釣り場の方に、向かいたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。まずね、チンタから焼いておこうかな、これ。金子陽子さんの、旦那様は、まあ、チンタがうまいと言ってね、持ち帰るんですよ。ね。で、美味しく食べてると思います。まあ、塩もね、適当にかけちゃいます。あとは、すり込んどけばよかったんだけど、まあ、そういうめんどくさいことはしないと、いうことです。これでね、まあ、焼けるのを待とうかな。これ出ねえね、これ。はい。こんな感じでございます。あと、しめ鯖ですよ。これがうまそうですよね。まあ、刺身でもよかったんですけど、まあ、ちょっとね、刺身はね、まあ、お店で食おうかと。個人的にやってね、僕も、その、調理のことを分かってないような気がするんで、やばいんでね、ここら辺は、まあ、なんて言うんですかこれ。わさび醤油。ね、ちょんとつけて。これはいただきたいね。あ、まず酒継ごっかな。ね、日本酒。万乱とか書いたらこれ。うん。おぉ。やべえよ、これ。うまそう。ね。じゃあ、いただきまーす。おぉ、うまい。で、このね、身を見ていただくとわかるんだけど、まったりしてんの。うん、はじめプリプリだったんだけど、まったりね、酢で。
はい、これにわさびつけてちょんちょんちょんと、はい、いただきます。うん、お、うん、激うま、うん、普通にめちゃめちゃうまい。日本酒が合うねこれ。うん、それで、こちらなめろう、まあ前回ね刺身食べたんで、まあ今回はなめろうということでいただきます。うん、うん、味噌入れたんだけどちょっと醤油が欲しいかな。はい、お、味が整いました。バッチリでございます。ではね、まあとりあえず、まあここら辺はね焼けるの待ってたらキリがないんで、じゃあとりあえず、2日目の様子を、ご覧ください。どうぞ。まあこれですかね、千葉湾特製、南蛮漬けでございます。何がね特製かというと、ごま油入れたんですよ。ごま油入れるともうとんでもないねこう風味と、コクが出ますんで、ぜひねこの南蛮漬け、ねやる方はごま油入れてください。おはようございます。千葉ワンホテルでございます。今日もね、内場の方ね、アジ、2日連続やってきました。まあ冒頭の方で、昨日の結果とか、まあ移しまあね料理動画とか、初めにね、流しましたけど、今日もね、でかいのね、狙っていきたいと思います。ではここにいますよ。いますよ。おはようございます。おはようございます。またあれですか、鹿島の次はここでうっぷん。ここで。そう。ね、鹿島ね。鹿島は、うん、坊主、うん、坊主ですね。そうですね。何そのなんか、うん、だよね、坊主だよね、みたいな。昨日僕はねここでまあまあの。ね、楽しく3匹はでかいの間違いなくいたんで、なんかすごいドヤ顔でね、そうですよ、なんかあったらいきなりね、今日も釣る予定で、釣ったら早く帰る。もう今日は私がいるからそうはいかないよ。そう、横にねこう長い竿をね旦那さんがねこうね1メーター長い竿を持ってるんですよ。これこれがガンじゃないかなっていうね予想なんですよね。だって昨日釣れてて、今日こっちの 5.4 メーターの方にバンバン来て、僕のが釣れんかったら明らかにこの 5.4 メーターがガンってことでしょ。ねえ、そうしたら僕も退院後にね、ちょっと買ってくる、ねえ、っていう今ちょっと予定はね、してますよ、もう。ねえ。で、例えば旦那さんがいない時は 4.、まあ、3とか使って、旦那さんが来たら俺も 5.4 使ってね。そしたらもうね多分超過的には変わんないと思うんですよね。はあ、まあとにかくそう、最終的にはね今日見せてやろうか。もう見せてやろうか。自信満々じゃんね。昨日の手応えがまだ残ってますんで、はい、めちゃくちゃ顔でいいからね、俺でかいの。はい、じゃあね、今日も寒いですけど、よろしくお願いいたします。よし。またやってる。はい、本日のゲスト、サブローさんです。こんばんは。こんばんはって、もうおはようですよね。もうあとちょっとでご夫妻で、はい、今日はちょっと気合を入れて、もうすぐタイムなると思いますんで、今5時半過ぎ、はい、なんで多分明るくなってからが、勝負かと思います。ちょっと寒いが、頑張って参りましょう。よろしくお願いします。ジャンとジャンと。
いやいやいや、高山先生、はい、今日授業終わりました？本当です、はい、一応教えてた、ね、一応ね、そうだよね、勉強になりました。ここはね、ちゃんと教えてもらう。ほんで釣れんかったら結構笑うんだけど、ね、私恥ずかしくてもう出れないよ、もう。そうだよね、覆面、偉そうにさ覆面かぶって今度、ね、今日釣れなかったらもうずっとずっとモザイク、ね、モザイクずっとモザイク一生モザイク。寒いな。でも向こう釣れたから入ってきとる、入ってくるよ、ね、来てもいいかな、うん、俺んとこまではせめて。なんかほれ、これね、でかいの釣ったよ、でかいの。ね、あ、来てる、来てる、俺のも来てる、来てる、来てる、来てる。あ、あれ、止まっちゃったかな。あ、来てるな、多分。来てる、これ。これ来てる、俺。俺、俺。チローン。ちっちゃい、ちっちゃいアジですね。来てる。来た、一匹目、一匹目。うん。シロでーす。まあでもね、美味しく食べれるはずなんで、はずこのシロ、とりあえず坊主は逃れましたと。はい。わあ。二人ともダブルで。あ、ああやいや。おこ日頃の行いが出ました。出ました。釣れました。アジでーす。はい。日頃の行いが。なんでそんなことありません。善良な人捕まえて。アジでかかった。え？アジでかかった。嘘ばっかり言ってるから。三メートルぐらいですね。本当。マジで。本当。取れるかと思ったもん。本当。この城。アジアジ。アジアジ。俺も釣ろ。違います。この城。あ、アジ来た。オッケーオッケー。やばいやつ。でっかいでっかい。言い方、まあまあの方です。バイツ、タガヤンファイト、この城。この城、この城、この城、この城。アジ、あ、あ、でかい。ああ、ほんとこの城だ。来ました。タガヤン、この城です。美味しくいただきます。ね、ほれ、俺の言った通りだよ。予想が当たったよ、予想が。嫌なやつだもん。うわぁ。おっきいかな、おっきいね。おっきいなぁ。さあ、来た。この城。ああ、手前がこの城なんですかね。そこです？ 1 メーター。この城っすね。俺なんか来ないっすよ。来ないです、来ないです。浮上したぞ、浮上。浮上したぞ、なんだろ、これ。浮上、あ、ああ、ああ、お、言い方の、アジだよ。ああ、この城だ、この城、なんだよ、この城だよ、これ。やべえな。やばい、言い方、アジかと思ったら、この城でした。お、高屋。アジ。アジ。俺の方来ないかな。何？ほれほれほれ。やばい、今日ダメじゃん。よかったじゃん。あの手、あれが何だった？手がさ、うん、料理の手が、うん、あの、まあ、大雑把にいけちゃうから、いつもは繊細だけどさ、60キロも ね、唐揚げなんか味付け濃くすれば大丈夫。そうそうそう、あ？ほい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 。多分、あー、走ってるね。あ、アジだ。アジですよ。あ、この城だよ。いやー、参りましたね。今ですね、この城祭りみたいに、まあ、なってますね。入れ食いですよね、この城の。はい。まあ、ちょっとこう、逃がしてみたりしたいなと思いますが、はい。まあ、この城ですね。
ね、アジとこの城がくっついちゃってるんですよ。あげましょうか。ビョーン。あ、全部この城になっちゃったよこれ。いやー、アジ逃げられちゃいましたねこれ。いやー、あれかしましたよ。しょうがないです、逃がします。来てる来てる来てるよ。あー、この城なのかなやっぱりね。あー、重たい。あー、この城だ。参っちゃうな、この城っすよ。もうこんな感じで永遠に周りもこの城タイムに入っております。タカヤンヒットルアー、何がこの城が釣れるかもしれないですよ。いや、よくあるんですよ。早くヒット。いや、この城じゃないですかね。ジグですよね。この城の可能性も大なんですよ。右に、右に、右に。あ、あ。抜けた、抜けた。おお、ありゃー、はい。おお、男勝りですねこれは。やりました。高やんガーツやりました。優勝優勝優勝。またあの音楽流さなかんじゃん。来ましたね。魚体ピカピカの、生後っすね。生後っすね。はい。でも美味しそうだね。はい。まあたまに変わった魚見ると興奮しますね。おめでとうございます。今回の来ましたよ。やっぱね、高屋のとこですよね。来るのはね。まあ、昨日はね、いなかったんで、おお、大きい大きい。大きいアジです。じゃーん。高屋ね、2匹目ゲットでございます。ね、復古に近い生後のような。生後に近い復興のようなね、そんな感じです。パパにやりましたね。やった、2匹目、今日優勝優勝。まあ好調じゃないの。いいね。いや、今日はこう生後料理、生後料理ね。今日はもう、うん、なんとなくピンとこんけど生後料理しょうがないね。刺身、お刺身いただきましょう。あ、危ないよって。はい、おいで、おいで、おいで、怖い、ぐーって、あー、この城だらけ、サブローさんもこの城でございますと、本当にね、なんか、あー、こっちもね、多分この城、こっちも来てるんですよ、でね、あっちもこの城。まあ、高山はね、シーバスね、結構、3回、4回当ててるんでね、2本は上がってますよね。はい。諦めて沈めたと。で、こっちの左の方の竿も、まあ、多分この城の当たりっぽく、はい、見えます。どうなんでしょうね。こう、近く行って見てみましょう。あ、違う。オイルサーディンが。山盛りです。乗った？乗った乗った。さあ、ね、今乗ってます高屋ね。見てみましょう。どうよ。同じサイズだな。お。あ、カットだなこれ。残念。悔しい。とですね、
今回このなんかコインみたいになってますよね。これ何ですかね。これが全部この城でございます。ちなみに今日はこの城しか釣れないですね。アジゼロ。アジゼロですか。イワシゼロ、アジゼロ。あー、なかなかの修行ですね。いやいや、こんな感じでね。楽しかったです。はい、今回はね、こんな感じでね、終了したいと思います。また、僕退院後に、来るとは思うんですが、こういうね、この城状況にならないようにね、しっかり、情報を入手して、また、来たいと思います。ではね、皆さんご視聴の方、ありがとうございました。